はい、皆さんこんにちは。今日はですね、この兼ねるという表現について勉強しましょう。兼ねるの前は動詞のマス形です。そしてそのマス形のマスを取って兼ねると書きます。この兼ねるはですね、ひらがなで書いてください、ね、基本的にはこれひらがなで書きます。はい、そしてですね、これの意味はちょっと気をつけてほしいのは、兼ねるというとこれ肯定形ですよね。ただし意味はですね、心情的要因ね、まあ、こう気持ちの問題ですね、気持ちの問題、または外的要因、まあ、自分以外の問題で、まあ、A できないです、できないね、いいですか、できないですよね、できない。それから A するのが難しい、つまり否定の意味になるんですね。兼ねるといい肯定形ですが、意味は否定形なんです。ですからね、これは私も子供の頃ね、小学生とかのね、小学生中学生の頃ね、例えばですね、こんな文章が見たことがあります。責任を負いかねます、ね、まあ、責任を負いますというのは、まあね、責任を取るということですよね。何か問題が起きたら私が責任を負いますと、ね、会社の何か製品の説明に責任を負いかねますと書いてあって、私は子供の頃ね、小学生とか中学生の頃、責任を負いかねますは責任を負う意味だと思ってました。でもこれ実際は負わないんですね、責任を負いませんね、そういう意味です。ですからこのね、兼ねるというのは肯定形ですが、意味は否定の意味になります。気をつけてください。そして今言ったようにですね、これは企業とかビジネスの、ビジネス用語でよく使いますね。まあビジネス用語ね。ね、ビジネス。まあそれからちょっと硬い。すいませんね。硬い表現になります。硬い表現です。ですから日常生活ではあんまり使わないんですね。まあ、この点気をつけてください、それからですね、じゃあちょっとね、これじゃあもうちょっと簡単な言い方はありませんかということで、簡単な言い方は例えば私一人では決めかねますは、もうこれはね、ね、これは決められませんと言えばいいですよね。私一人では決められませんと、ね、まあ、可能形の否定ね、まあ、もちろん決めることができませんでもいいですよね。はい、こんな風にね、否定の意味になるというところを特に気をつけてください。これは本当特別ですね。そしてですね、兼ねますというこのね、まあ、これは丁寧形で書きますが、これね、辞書形だと兼ねるですよね。じゃあこれの否定形、兼ねませんという文ね、あのものもあるんですね。兼ねませんね、ますませんとね、これ意味が、じゃあこれの反対の意味ですかと皆さんね思うかもしれませんが、これはまた別の文型です。これはまた別にこの文型あります。ですから兼ねますの反対は兼ねませんではありません、ね、違いますね。事故が起こり兼ねませんというのは何か、悪いことがね、発生する可能性があると、まあ、そういうかもしれないという意味で、マイナスの意味でね、このかもしれないを使うときに、マイナスの内容でかもしれないを使うときにこの兼ねませんという言い方あります。ですから兼ねると兼ねないね、兼ねますと兼ねません、これは全然別の文法と考えてくださいね、別の文法ですから。事故が起こり兼ねませんはね、事故が起こね、これは事故が起こるかもしれませんっていうね、まあその起こる可能性がありますという意味です。はい、ですからこれはまた別の時にですね、これまた紹介しますが、この兼ねるという文型ね、まあこれはビジネスとか硬い表現で使います。そしてその否定のね、兼ねませんというのは反対の意味じゃない、別の意味になるということもですね、気をつけてください。例文。2つの会社から内定をもらったが、どちらに行くか決めかねている。無許可で敷地内に入って起きた事故については、
当社は責任を負いかねます。厳しい訓練に耐えかねて逃げ出す部員が後を絶たない。ちゃんと説明してくれなければこちらも納得しかねます。会話。この電気カミソリ3日前にここで買ったんだけど、突然動かなくなっちゃったんだ。さようでございますか。レシートはお持ちですか。レシート？もう捨てちゃったけど、確かにここで買ったんだよ。なんとかして。私ではお答えしかねますので、今係の者をお呼びします。少々お待ちください。